こんにちは。マッピーフォトのえりなです。今日は photoshop でキラキラの魔法のような効果をつける方法をシェアしていこうと思います。夜の写真などでキラキラ感を出したら魔法っぽく見えるような写真になりますが、そちらを今回は photoshop で作っていきます。スタンプのようにキラキラ感も簡単に出せるので、魔法っぽく仕上げたいという写真がある場合はぜひ参考にしてやってみてください。 でこのチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしていますフォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいではフォトショップでやっていこうと思います一 <music> つ目のカラールックアップで全体を暗くするをやっていきます ははいでは今回使う写真がこちらですこちらはアドビストックでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人は是非ダウンロードして練習してみてください。ではまず写真全体をもう少し暗くした方がこのあと加えるキラキラがより目立つようになるので「カラールックアップ」を使って暗くしていきます。 では塗りつぶし調整レイヤーからカラールックアッ,プをクリッククアプをリしますそしてこちらの「3D ラットを読み込み」というところの下マークをクリックするといろんなテーマが出てきます例えば「フォールカラーズ」にした場合ちょっと秋っぽい色味だったりあとは「ホギーナイト」などにすると結構暗めな霧がかかったような感じにしてくれますで今回は月明かりっぽい感じの暗さにしたいので「ムーンライト」を選びます こちらをクリックしますそうするとこのように写真全体を暗くすることができましたではプロパティを閉じますでこのままだと少し全体が暗すぎるのでカラールックアップの不透明度を下げて少し暗さを抑えていきますでは上の不透明度をクリックして左にスライドしていきますそうすると少し落ち着いた暗さにすることができます今回は35ぐらいにしたいと思います そうするとこのように写真全体に暗さを加えることができました。では一旦ビフォーアフターを見ていくと、こちらがビフォーで、こちらがアフターです。では二つ目のレイヤーを加えて、ブラシツールでキラキラを描くをやっていきます。ではここからキラキラの魔法のような効果をブラシツールで加えていきます。ではまずブラシツールを反映させるためにレイヤーを一枚加えていきたいので、 右下のプラスマークをクリックしてレイヤーを1枚加えていきますそしてこちらのレイヤーにブラシを使っていきますではツールバーにあるブラシツールをクリックしますもしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるかあとは点々点を長押しして探してみてくださいではブラシツールをクリックしますそして上のブラシの種類の下マークをクリックしてブラシの種類を選んでいきます 今回はレガシーブラシの中にある初期設定ブラシのフォルダの中に入っているこちらの星型を選んでいきますで。もしレガシーブラシがないという人は上のウィンドウからブラシをクリックします。そして右上の3本線をクリックしてその中にあるレガシーブラシをクリックするとレガシーブラシのフォルダが出てくるのでその中から探してみてください。 では星型を選びます。でこのまま描いてしまうとこのように普通のブラシのように描けてしまいます。選んだブラシのような星型を散らばせるようにするには設定を変える必要があるので一旦コントロール Z で戻って上のブラシのマークをクリックします。そしてまずブラシセンターのシェイプのところに行った間隔のスライダーを右にスライドしていきます。 そうううすす。るるると下ににに見見ええよよ間隔ががどどんどん空いて星一一つ一つ見えるようになりまそして上のサイズのジッターのスライダーを右にスライドしていくとこのようにサイズがランダムになっていくのでこれを100%にしていきます。そして次に角度のジッターのスライダーも動かしていって星の角度もバラバラになるようにしていきます。 そして次に散布に行って上の散布のスライダーを右にスライドしていきますそうすると今度は上下にランダムに動いていくのでこんな感じでいろんなところにキラキラが散らばるようになりますではこのように設定することができたのでブラシ設定を閉じますそして実際書いてみるとこんな感じでキラキラブラシにすることができましたそしたらまず 小さめのキラキラを作っていきたいので大括弧を押してブラシを小さくしていきますそして好きなところからクリックしてドラッグしてこのようにキラキラを入れていきますそして次に今度はもう少し大きめのキラキラを入れていきたいので大括弧で少し大きくしていってそして同じところをクリックしてドラッグしてキラキラを書いていきますそしてまたさらに少し大きくしてで描く というのを何度か繰り返していきます。はい、そうするとこのように被写体の周りにキラキラを加えることができました。だいたんビフォーアフターを見ていくと、こちらがビフォーで、こちらがアフターです。すでにキラキラ感が加わったのがわかると思います。三つ目のレイヤースタイルの交彩をかけるをやっていきます。 では先ほど加えたキラキラの周りにレイヤースタイルの交際を使って少し色を入れてよりキラキラ感を加えていこうと思います。でレイヤースタイルについてはこちらの動画でアップしているので、それぞれの種類について細かく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。では先ほどブラシで描いたレイヤーの右側をダブルクリックします。そしてその中にある交際外側をクリックします。 そしてまず色を決めていきたいのでこちらの色のボックスをクリックします今回は黄色っぽい色にしていきたいのでこちらの黄色そして少し緑が入ったような色にしたいと思いますではこちらで OK をクリックしますそしてスプレッドとサイズでこの色の付け方を変えることができるのですがスプレッドを大きくしてしまうとあんまりキラキラ感が出ないのでスプレッドはゼロにしていきます そしてサイズは少しずつ上げていって、ほわっとして見えるようにしていきます。今回は106ぐらいにしたいと思います。そしてこれで OK かなと思ったら、右上の OK をクリックします。そうするとこのように先ほど加えたキラキラに色をつけることができました。だ一旦ビフォーアフターを見ていくと、こちらがビフォーで、こちらがアフターです。 でこのレイヤースタイルの交際外側の色は後からでも変えることができて交際外側をダブルクリックすると先ほどの画面に戻るのでこれで好きな色に変えたりすることもできます4つ目のレイヤーマスクで部分的にキラキラを隠すをすやっていきます次に先ほど描いたキラキラが顔などにかかってしまった場合はレイヤーマスクを使って消していきます では先ほどブラシで描いたレイヤーをクリックして下のレイヤーマスクをクリックしますそしてこちらのレイヤーマスクをクリックしているのを確認してツールバーにあるブラシツールをクリックしますそして今回は消していきたいので色は黒にするために X をして黒にしていきますそしてブラシの種類を下マークをクリックして今回は普通のソフトエ円ブラシにしていきますそして閉じます そしてキラキラを消したいところを上からこのように塗っていきますそうするとこのように簡単にキラキラを消すことができましたで他にも消したいところはこんな感じで塗っていきますで逆にもし塗りすぎてしまって消しすぎてしまったという場合は色を白にして塗ると復活させることができるので X をして色を白にしてそしてまた塗っていくとこのようにキラキラが見えるようになります ここのようにに部分的キキラキラを消すことができました一旦ビフォーアフターを見ていくとこちらがビファでこちらがアフターですで5つ目のトーンカラールックアップで全体を暗くしてしまった分顔だったりあとキラキラが反射しているように見せたいところをトーンカーブを使って部分的に明るくしていきます。 で、トーンカーブについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく使い方など知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。では、塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブをクリックします。そして明るくしていきたいので、真ん中あたりをクリックして上に持ち上げていきます。そうするとこのように明るくすることができました。では、プロパティを一旦閉じます。 そしてこのままだと写真全体が明るくなってしまうのでレイヤーマスクを使って部分的にトーンカーブが反映するようにしていきますでは一旦トーンカーブのレイヤーマスクを黒にしていきたいのでレイヤーマスクをクリックしてコントロー I または c m d I を押してレイヤーマスクを反転していきますそしてブラシツールをクリックして今度はトーンカーブを反映させるようにしていきたいので色は白を選びますか X を押して色を白にします そして少しずつ塗りたいという場合は流量を少し下げてそしてトーンカーブで明るくしていきたいところをこんな感じで塗っていきますそしてまた塗りすぎてしまった場合は x を押して色を黒にしてそして塗っていくとトーンカーブの範囲をなくすことができますはいそうすると部分的に明るくすることができましたではトーンカーブありとなしを見ていこうと思いますこちらがトーンカーブなし そしてこちらがトーンカーブありです部分的に顔など明るくして見えるようになりましたではこのようにしてキラキラを加えることができましたでは全体のビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです幻想的な感じでキラキラの魔法を加えることができましたはい今回はフォトショップで魔法のようなキラキラをつける方法を見てきました まあ実際暗い写真でちょっとキラキラーと入れると魔法のように見えるので少しドラマチックに見せたいという時は是非やってみてください。で今回は写真にキラキラを加える方法を見てきましたがキラキラ文字をフォトショップで作る方法についてはこちらの動画でアップしているので気になる人は是非そちらもチェックしてみてください。フォトショップで写真にキラキララのよような魔法法をつける方法分かったよーという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。 見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。